アルメニアンダンスはアメリカの作曲家アルフレッド・リードが作曲した吹奏楽曲である。アルメニアの比較音楽学者であるコミタ・スバルダ・ペットの収集したアルメニアの民謡を素材として作曲された。5つのアルメニア民謡が続けて演奏される単一楽章のアルメニアンダンスパート1とアルメニア民謡に基づく3つの楽章からなるアルメニアンダンスパート2がある。 パート1とパート2を合わせて4楽章からなる一つの組曲で、あるが、楽譜はそれぞれ別の出版社から出版されており、出版上の都合からとされるその詳しい事情は、公式には明らかにされていない。日本においては、作曲から40年以上経った後でも人気があり、プロフェッショナルの楽団に限らず、全日本吹奏楽コンクールの自由曲や、 演奏会のプログラムの一曲として取り上げる学校や団体は多い。演奏会のメインプログラムとして一つの公共曲もしくは組曲として全4楽章を演奏する例も見受けられる。特にパート1は変化に富んだ曲奏が好まれ単独で演奏されることも非常に多く長く定着している。関西で開催されるマーチングイベント 3000人の吹奏楽では2010年から毎年出場者と一般参加者全員によってこの曲の演奏が行われる。また、三重県内の中学、高校生から選抜されてプロ奏者の指導を受ける三重ユースインドオーケストラでは毎年この曲を演奏曲目に加えている。パート1、パート2とも各曲の表題は異なる日本語訳が用いられるケースがある。 1972年の夏に完成された。出版はサム・フォックス。演奏時間は約11分。初演、検定1973年1月10日、ハリー・ベギアン式、イリノイ大学吹奏楽団。この楽団の指導者であったベギアンに検定された。楽器編成曲の構成五曲のアルメニア民謡のメドレーのような形式で、 これ自体が一つの組曲のような構成になっている。パート1が出版されてから4年後の1978年にアメリカのバーンハウス社から出版された。演奏時間は約22分。初演、検定1976年4月、ハリー・ベギアン式、イリノイ大学吹奏楽団。パート1と同じく、ベギアンに検定された。楽器編成曲の構成。 パート1とは異なる出版社から出版されたため、楽譜には改めて1から3の楽章番号が付けられている。パート1送付のプログラムノート使用されている楽器も、パート1とパート2で一部異なる。ありがとうございます。